はい、どうもひでおです。今日はですね、なんか急にね全国的に暑くなったみたいで、今日は地元ではないんですけどね、同じ県内にある蔵王エコーラインの方にねちょっと行ってみたいと思います。ここは鎌房ダムっていうね、なんかダムばっかり行ってるけど最近鎌房ダムってとこですね。そこから今日はモトブログをスタートしたいと思います。わお。あ、奥に見えるのあれが蔵王エコーラインになるの、蔵王になるのかな。雪かぶってる山ね、多分あれですね。蔵王大権現、赤いめっちゃでかい鳥居が目印になっております。峠に来るとなんで蕎麦屋多いんですかね。こうこの こういうヘアピンカーブが果てしなく続くっていう、それがありがとうございます。やばい、今なんかガリッつたな、マフラー吸ったかもしれない。こう坂道だとリアに負荷がかかってるからマフラーの位置が下がっちゃうんですよね、上りだと。そうするとね、右カーブで結構すったりするんですよね。ああいいね、この木漏れ日の感じ。さすがに街中のちょっと田舎の道走っただけではこういうところってないですからね。ここまで足伸ばさないと、本当に山の方来ないとないですよね、こういう道は。おお、すげえ、仁王様がいた。眺めが良くなってきましたよ。結構上がってきましたね、もうね。わーお、結構高いですよ。頑張れ SR。 手のハーレーの人ってバンクできないからね、マフラー吸っちゃうから。いいじゃんいいじゃん。雪崩注意確かにこれやばいよね、ここ雪ドッカーンってきたらやばいですよね
登山、雪山登山スクールじゃないかこれもしかして。おお、すごいね。カスタムの癖。ですね、一応ここからね、さらにリフトで上に登るとね、蔵王のお釜って言われてるね、山形側から帰ります。はい、山形県です。蔵王最高。おお、すげえわー。まあ年に何回も来てんですけどね、何回来てもいい場所っすね。危ない。おっかねー。